はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、その他注目アルトコイン5銘柄とドル円の状況を見ていきたいと思います。今日が2023年の8月2日、水曜日、今が16時31分を回ったところです。今日の仮想通貨市場は昨日ビットコイン一時ね2万8000ドル台まで突入したわけですが、そこから一気にですね急反発して、今が2万9600付近まで上昇しています。まあ、以前からずっとお伝えしてきました、非常に底堅いラインですよね。ここできっちり反発したということで、デイトレ的には結構分かりやすい反発にはなったんじゃないかなと思うんですが、まあ、テクニカル的にもそこの復習と、あと今後の展開ですね、どういう風になっていくか、僕なりの見解を踏まえて分析していきたいと思います。その中で今日ですね、ちょっと注目のニュースがありまして、ブラックロックの現物 ETF の申請、まあ、直接ここに関わるニュースではないんですが、なんとブラックロックがアメリカのとある委員会から調査を受けているという報道が今日大々的に取り上げられました。まあ、この調査次第ではビットコインの現物 ETF 申請に影響があるんじゃないかっていう懸念がですね出ています。一体ブラックロック何をしたのか、どんな調査を受けているのか、このあたりをですねしっかり見ていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済の動向をピックアップして相場分析と戦略構築をやっております。毎日注目銘柄をピックアップして分析したりしていますので、ぜひポチッとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本当によろしくお願いいたします。それでは今日の仮想通貨市場の動向から見ていきたいと思います。今日の仮想通貨市場はビットコインが422万ということで 2.7% の上昇ですね。イーサに関しては26万5000円ということで 1.8% の上昇となりました。まあ、仮想通貨市場全体的に昨日下げていましたので、まあそこからのですね自立反発みたいな、そういう感じになっているんじゃないかなと思います。ただこれね、ニュース的、まあ、ファンダ的な要素もあって上昇しているということなので、何があったか、そのあたりもですねしっかりこの後見ていきたいと思います。じゃあまずは株式市場の動向から見ていきましょうか。今日の日経平均は大きく下がりました。 2.3% のダウンとなって3万2707円で終えております。一応この要因について、まあ前日のアメリカの株式市場でのハイテク株安ですね、これに加えて格付け会社フィッチがアメリカの長期債の格付けを引き下げたということが嫌気されて、まあ売られたっていうことなんですが、まあこのところやっぱり日経平均めちゃくちゃ上昇していましたので、まあそれの影響もあって利益確定売りを急ぐ売りがですね今日入ったということが言われています。これについてブルームバーグの記事では、まあフィッチが格下げしたわけですが、これは恣意的だというふうに政府は反論を出しているということで、まあ一応最上位の AAA っていうランクだったわけですが、それをAA+なので1段階引き下げたということを発表したわけですね。まあ、引き下げた理由に関しては、今後3年間で予想される財政状況の悪化、高水準で拡大しつつある一般政府債務負担、過去20年間の他の AA および AAA 格付け諸国地域と比較したガバナンス、まあ、統治の低下を反映しているということですね。まあ、この前債務上限問題で土壇場でこうかなり揉めましたよね。まあ、しかもそれ今回に限ったわけじゃなくて、前回の年末とかにもね、そういった、まあ、たびたび起こるイベントのようなものになっていて、まあ、そういったところを背景に格付けを一つ下げたということが発表されました。まあ、これによってちょっとね、懸念売りが広がったということですね。以前、S&P が、まあ、2011年にアメリカを AAA から格下げしたっていうことが起きたそうなんですが、この時は世界中で株式などのリスク資産が売り込まれたそうなんですよね。まあ、逆に安全な投資先を求める動きが加速して、まあ、アメリカ国債に関してはですね、皮肉にも押し上げられたと。まあ、そういうふうな動きが実際に過去にあったそうなんですよね。で、今後じゃあどういうことが起きるかっていうところに関して専門家によれば、まあ普通に考えるとアメリカにとっては汚点がついたわけなので、同時に市場へのまあ影響が広がってリスクオフの動きになる可能性は十分にあると。でそうなった場合にやはり安全資産への逃避ということで、国債、アメリカの国債だったりとかドルが買われやすくなる可能性があるということを言ってるんですよね。まあこれがどこまでね影響が出るかっていうところは引き続きですね相場を追っていかないといけないかなというふうに思っています。そんな中、今日は ADP 雇用統計21時15分に発表されます。今のところ、予想値に関しては 18.9 万人ということで、まあそこまで大きなですね影響はないんじゃないかなと思うんですが、この指標からある程度ねこう今週末の雇用統計にもですね、こう思惑が広がったりとかする可能性ありますので、この指標はですね今日注目をしておくべきなんじゃないかなというふうに思っています。はい、じゃあここから仮想通貨関連のニュース見ていきたいと思うんですが、まず一つ目ですね、ビットコインが反発しました。一時3万ドル台を回復したわけですが、これ何があったのかっていうところをしっかりですね見ていきたいと思います。まず直近で下げていた理由ですね、DEX 騒動です。この DEX にハッキングが入ってかなり多くの暗号資産が盗まれたという話が直近でもありましたよね。まあ一番大きいところで言うとカーブファイナンス、ここで100億円を超えるような大きなですねハッキングに遭いまして、それによって市場が一時悲観ムードに、走っていったということがありましたよね。でもちろんこのカーブファイナンスの、まあ、ネイティブトークンである CRV トークンも価格が急落したということで、これによってポジションの清算や不良債権化のリスクが高まっていたということなんです。
ですよね。でここで救済しますということで名乗りを上げたのがトロンの創業者ジャスティン・サンさんですね。はい、ジャスティン・サン氏やマッチビッグブラザーとか DWF ラボズとか僕はちょっとよくわかりませんが、こういった結構ね大口の方たち、大口の投資家への OTC 売買が伝わったことによって投資家心理が、まあ、改善につながったと、まあ、一旦安心感が広がったということで、まあ、一時的にですね急反発したということが一つ要因としてあるんじゃないかということが言われています。それからもう一つマイクロストラテジーなんですけれども、最大7億5000万ドルの株式を売却して、しかもその売却で得たお金を使ってビットコインを買いますということを発表したんですよね。はい、それがこちらのニュースなんですが、一応株式を販売する計画に関しては今のところもうすでにですね販売契約を結んだということが発表されていますので、これ一応予定通り進む可能性が高いわけですよね。その一方で、まあ、その売却で得た資金を使ってビットコインを追加購入する可能性があるということを発表しています。一応同社は今現在15万 2800BTC を持っていて、もちろん世界でもかなり大口の部類に入るわけですよね。現在の価格で45億ドル相当の保有をしていると。で平均取得単価は僕が調べた限りだと2万9600ドル付近ということが言われているわけですね。なので今ちょっと含み益か、まあ、トントンかっていう、まあ、そういった価格帯でですね今推移しているわけなんですが、まあ、この7月にもさらに 467BTC を購入していたりするので、マイクロストラテジーに関しては本当に強気でですねビットコインの積み増しを今行っているという状況が公表されているわけですね。 CEO のマイケル・セイラーさんは、まあ、ビットコインに対してずっと強気発言をしていて、今後、ビットコインの価格10倍になるだろうし、ビットコインのドミナンス、いわゆる仮想通貨市場全体に占めるビットコインのシェア割合は 80% を今後超えてくるだろうということをですね言っているんですよね。一応要因に関しては SEC がガンガン、まあ、仮想通貨市場のですね締め付けを行っている中で、ただビットコインについてはそこまで言及していませんよね。どちらかというとコモディティじゃないかっていう風な意見の方が今体制を占めているんじゃないかなと思うんですが、まあそういったところからしてもやはりビットコインへの需要は今後どんどん高まってくるだろうという風な予想をしています。まあ、そこでブラックロックの現物ビットコイン ETF 申請なんかが通ったりすると、これまた一段とですね需要がまあ高まる可能性があるわけですが、そのブラックロックにちょっと懸念的なニュースが今日入ってきたんですよね。アメリカ下院の中国問題特別委員会っていうのがあるそうなんですが、ここがブラックロックと MSCI を調査しているということが今日報道されました。 MSCI っていうのはアメリカの株価指数を算出する会社だそうなんですけれども、この2つについて調査しているということが明らかにされたんですね。何について調査されているかは、この中国問題特別委員会っていう名前からも明らかな通り、アメリカのブラックリストに載っている中国企業への投資を促しているんじゃないかっていう疑惑から調査を受けているということなんですよね。アメリカのブラックリストに載っている中国企業っていうのは、例えば中国の軍事的発展や人権侵害を助長していると、アメリカ政府が判断した企業なんですよね。まあ、人権侵害っていうと中国の、まあ、西部のウイグル族をですね虐殺しているんじゃないかっていうことで、まあ、世界各国から今ね、批判を浴びている中国なんですが、それに関係するような企業に投資を促していると、自身の顧客に対してですね、まあ、そういった疑惑をかけられて調査を受けていると、まあ、これに関してはブラックロックは完全否定していると。この調査次第ではやっぱり現物 ETF の申請にですね大きな影響を与えるんじゃないかっていう声が仮想通貨界隈からも上がっているわけですよね。海外の今日の記事見ていくと、ブラックロックは中国政府の警察や軍への物資供給に役割を果たしている可能性がある中国企業との関係で厳しい監視を受けていると、まあ、この調査が入っているっていう事象からしても、やっぱりアメリカの議員が中国に対してこう会議論、かなりですね高まっているということが反映されているんじゃないかと。でもしこの疑義が証明されるようなことがあれば、ブラックロックのビットコイン ETF の承認に影響を与える可能性があるんじゃないかっていうことで取り上げられているんですよね。この記事の中ではブラックロックの現物 ETF が承認される可能性は結構可能性低いんじゃないかっていうことも、まあ、この現時点ではですね言っていたりして、ちょっと盛り上がりが一服する可能性があるんじゃないかっていうことも言われています。まあ、もちろんまだね詳細に関しては報道されていませんので、今後のね続報を待ちたいところではあるんですが、ちょっとこれは気になるニュースとして、警戒しておかないといけないかなというふうに思っています。まあ、そんな中国との関係を今日暴露された暗号資産取引所があるんですよね。この取引所、もちろん皆さんよく知る世界最大の取引所バイナンスです。バイナンスの最大市場は中国だということで、ウォールストリートジャーナルが今日報道したんですよね。なんと中国はバイナンスにとって最大の市場になっていると、世界の取引高の 20% に相当するっていうことを今日報道したんですよね。もちろん中国では仮想通貨の取引は禁止されているんですが、一応バイナンスのチームは潜在的な犯罪行為を検出するために中国の法執行機関と定期的にこう協力して、犯罪行為がないかっていうのをチェックしていると
報告はしているんですが、ただ国内に90万人のアクティブユーザーがいるということらしいですね。じゃ禁止されているのにどうやって取引やってるかっていうことに関しては、中国に拠点を置くトレーダーは地理的制限を回避するために仮想プライベートネットワーク、まあ、VPN ですね、 VPN とパラオの RNSID っていうのがあるそうなんですけど、まあこれなどのデジタル居住プログラムっていうのを組み合わせて使用したりしているらしいですね。これについてバイナンスのですね広報担当者はすぐにコメントを出すことはしていないんですが、まあたびたび中国との問題が取り出さされている中で、取引高まで完全にこう数字までね出たことっていうのは過去あんまりなかったんじゃないかなと思いますよね。まあバイナンスジャパンもつい昨日ですかね、開始された中でこのバイナンスグローバルの中国との問題、バイナンス側がどういう反応するか、そして今後どういう風に進展していくかっていうところは、これ結構ですねやっぱり注目しておかないといけないんじゃないかなという風に思っています。じゃあ最後に OI の状況を見ていきたいと思うんですが、今日ですかね、ビットコインが一時急騰して3万ドルを捉えた場面がありましたが、その時やはりこのショート勢のですね生産がめちゃめちゃ起きているんですよね。したがってまあショートスクイーズによって結構上昇したっていうことが一応明らかにはなっていて、ただ今の状況でガンガンロングを突っ込んでいるかっていうとそんな感じにも見えないですよね。まあ、引き続きやっぱこの3万ドルっていう壁は結構重いものとして意識されてくるんじゃないかなと今のところは思っています。そんな中で重要なのがこの板の状況なんですけれども、今もですね引き続き買い板の方が厚くなっていて、買い板の下限値がだいたい28,300付近、まあ、その中でやはり28,800付近まではですねある程度こう意識されているっていう状況が続いています。一方で売り板に関しては34,000ですね、ここまで明確に厚くなっていますが、これもテクニカルでね説明することができますので、この後の相場分析でしっかり見ていきたいと思います。はい、じゃあまずはビットコインの日足から見ていきたいと思うんですが、今のビットコインの価格が29,550ドルということで、昨日一時28,500まで下げたんですが、そこから一気にですね、下髭をつけて大きく急上昇していったという相場となりました。まあ、ちょっとね4時間足レベルで見ていくと、まあ、昨日言っていたのが28,500、ここのラインは相当硬いでしょうっていうことをお伝えしていたと思うんですよね。ただ一方で上に関しても重くて、やはり29,700ドル、結局今回も29,700のところできっちり止まって抵抗されているということなので、まあやはりこの辺りがですね、レンジ相場として今後も意識されてくるんじゃないかなというふうに思っています。もちろん今のこの下落をですね途中で止めて、例えば29,300付近で止めてもう一回上昇するのであれば、そのまま3万ドルを超えていく可能性はまあ十分にね考えられるんじゃないかなと思っているんですが、まあやっぱり上値は重たいんじゃないかなと思うんですけどね。まあこれはあくまで予想なんで、やっぱり戦略的デイトレ的な考えからいくと、やっぱりこの29,700でショートを打つっていうのは基本な戦略ですし、まあ28,500、ここは意識されているっていう状況の中で、ここまで押してきた時にここでロング入る、抜けたら損切りするっていうのはこれもセオリーなね戦い方になるんじゃないかなと思いますよね。まあ、その中でこの29,700を今後4時間足レベルでも明確にですね抜けることができれば、これ日足レベルでも25,100円抜けることになりますし、そのまま以前のここのボックス相場ですね、次が31,000ドルになるんですけど、そこまでですね上昇する可能性が出てくるということなので、まあ、これ明確に抜けるんであればロングに入るとか、まあ、そういう風な戦略がですね有効になってくるんじゃないかなというふうに思っています。今週はいろんなね重要経済指標発表なんかもありますので、方向感かなり読みづらい状況ではあるんですが、しっかりねこのデイトレ的な戦略を持ってですねトレードしていくっていうのは結構ね値幅が取れる可能性はあるんじゃないかなというふうに思っています。そんな中イーサに関してはまあ反発はしたんですけれども、今のところちょっと下がってきてますね。今が1850ドルということで、まあ、こちらも結果的にはこの1820付近ですね、ここでしっかり、サポートされて一気に急上昇したと。なので、まあ、このボックス相場意識されている中でここでロングに入るっていうのはデイトレ的には、まあ、セオリーなんですね戦略だったかなと思います。まあ、ただこれ下も硬いんですけど上も硬いというのが直近のこの動きでもね示されていますよね。この状況から一気に V 字で2000ドルを試しに行くっていう可能性は僕は結構低いかなと思っていて、上にはですねこの1900ドル付近の抵抗帯もありますので、やっぱりしばらくはこの中で身動きを取れないという状況が継続していくんじゃないかなと今のところは思っています。その中で XRP 今日今がですね69セントということで、まあ、70セントのラインを若干割り込んできていますね。4時間足レベルではまだね明確に動いたっていう感じではないんですが、そろそろこれ動きそうですよね。何回も上試していますが全然いけないっていう状況の中で下を何回かですねこう試そうとしていますよね。こういった状況になるとやっぱり移動平均線がこう密集してきて上値の重さがもっともっとですね意識されてくる中でもう一段下を選ぶと、まあ、60セントとかですね、はい、そういったところまで落ちる可能性は十分にあるかなっていうことで、今週末とかですかね、はい、そのあたりまでにはある程度こう方向感がですね出てくるんじゃないかなと今のところは思っています。はい、そんな中で、まあ、結構僕はね注目しているこの GRT、なんですけれども、今が11セントということで、まあ、一時ですねこの14セント付近まで試した後じりじり下がってきているという状況ですね。まあ、で上に関してはこの14セント、下に関
しては10セント、まあ、ここに明確なですねラインが引かれていて、まあ、ボックスオーバーみたいな感じになってきているんですが、まあ、その中で移動平均線が完全にこう密集してきてるんですよね。なので、まあ、これいつ動き出してもおかしくないという状況で、まあ、その中でも10セント近くになっているということで、まあ、現物をね、ちょこちょこ仕込んでいくにはいいタイミングにはなっているんじゃないかなと個人的には思っています。ただこのまま上昇が一気に起こるかっていうのはちょっと考えにくく、っていうのも出来高が全く上がってないんですよね。なので、まあ、まだまだねこう上昇には時間かかるかもしれませんが、一つこの10セント付近っていうのはかなり強いサポート帯にはなりますので、まあ、長期現物保有っていう部分ではですね、いいポイントにはなっているんじゃないかなと個人的には思っています。その中で体の、ここ最近ですね30セントを守れるかどうかっていう攻防がずっと続いているわけですが、今が 30.6 セントちょっと上値が重たくなってきたかなっていう状況が確認されています。4時間足で見るとこんな感じで、移動平均差も密集していますので、いつ動き出してもおかしくないという状況になっています。はい、その中でも、まあ、ここの青の帯のところですね、下が30セント上が 31.6 セント、この中で小幅なボックスオーバー形成していますよね。しかもその中に移動平均線が密集して全部いるわけですよ。はい、なので、まあ、この30セント割れるか、もしくは 31.6 セントを抜けるか、はい、そこからある程度ですね大きな動きが出てくる可能性は十分に考えておかないといけないかなと思っていて、今の状況だけだとちょっと下に下がる色がですね濃くなってきたかなというふうに思っています。でもしこの30セント抜ければ、まあ、結構な確率でまたこの26セント付近まで下がると思いますので、まあ、長期的に現物を保有する方に関してはこの辺りでですね狙っていくのもいいんじゃないかなと個人的には思っています。はい、その中でライトコインの半減期があと数時間に迫りましたね。日本時間の、今日の夜中の1時になっていたと思うんですが、今それを前にちょっと事実売りが入ってきたかなっていう感じですね。他のトークンよりもやっぱり下げ幅が大きくなっているという状況が確認されています。4時間足レベルでも移動平均線密集をちょっと下抜けたような感じになりましたので、なかなかですね上値が重たい状況、そしてここの重要なサポートライン90ドルもちょっと抜ける可能性が出てきたんじゃないかなと今のところは思っています。まあ、抜けた場合は下にですね84ドル付近に重要なサポートラインがあるので、まあ、この辺りではちょっと止まるんじゃないかなと今のところは思ってるんですけどね。はい、ライトコインに関してはやっぱり半減期の需要ももちろんあったんですが、アメリカの規制当局からライトコインは何も言われてないっていうところも受けての買いがですね入ったっていうところもありますので、まあ、そこまで大きな事実売りにつながらなく、まあ83ドル付近またここでですねこう押し目買いが入ったりとか、そういう展開になるんじゃないかなと今のところは思っています。で、ドージーコインなんですが今日 7.6 セントということで、まあ、ちょっとね反落してはいるものの、引き続きこれは底堅いですよね。はい、移動平均線が今ゴールデンクロスを形成している中である程度出来高も上がってきているという状況からしても、やっぱりこれをガンガンぶち抜いていくっていう相場は考えにくく、押し目買いが拾われてですね、短期的にはまあ8セント9セント付近まで上昇していく可能性が今は高いんじゃないかなというふうに思っています。で、ポルカドットですけれども、今が 5.1 ドルということで、これ引き続きこの 5.1 ドルのこのラインなんですけれども、これを抜けるかどうかの攻防がまだ続いているんですよね。まあ、出来高もほとんどね上がってきていませんので、ちょっと注目度は薄れているかなという状況となっています。もしこの 5.1 を抜けたら、かなりの確率でこの下 4.2 ドル付近まで急落すると思います。なので、まあ、長期保有の方はここで狙うっていうのはありだと思いますし、まあ、もちろんねここのサポートラインに関しても非常に重要なラインとなっていますので、ここで買って下ここで買ってっていうね、そういう風な戦略もありなんじゃないかなと思います。いずれにしても今ね移動平均線がもう完全に密集していますので、ここから大きく動くタイミングっていうのはかなりね近くなってきているんじゃないかなと個人的には思っています。直近ではね高値を3回試してダメだったっていう実績もあるので、ここから上にガンガン攻めていくっていうのはちょっと厳しいんじゃないかなと今のところは思っています。最後ドル円なんですが、昨日142円を大きく超えて 143.5 までねつけたわけですが、今日は反落 142.5 円付近で動いています。まあここまで行くとですね、やっぱりあの上昇ムードっていうのは変わらないと僕は思っていて、今後もですねこの142円付近が押し目買いの一つのポイントになるんじゃないかなと思います。142円は水平線切り板っていうこともありますし、移動平均線が密集する一番上のですねポイントになるわけですよね。はい、なので142円付近は結構底堅い動きになるんじゃないかなと思っていて、まあ、引き続き押し目買いが広がれて短期的には145円を試しに行くと、そういう風なシナリオが可能性として高いんじゃないかなという風に今のところは思っています。ということで今日は、8通貨とドル円の状況を見てきました。今やっぱり仮想通貨市場もボラティリティ増えてきていますが、まあ、ドル円に関してもかなりボラティリティが大きいですよね。一応僕がここで分析している通貨に関しては FXGT という取引所で全部触ることができます。今新規登録ボーナス1万5000円というキャンペーンをやっていて、まあ、それでね MT5 に慣れていただいて、プロ口座でよりスプレッドの狭い口座でですね取引するのが一番いいかなと思いますので、もし興味のある方は以下の概要欄からチェックしていただければと思います。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。あ、ちなみに今週の土曜日ですね、香川でクリプトイベント開催します。お申し込みの皆様はぜひお会いしましょう。
会できることを楽しみにしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。Crypto Cocktails.